どうも、ハイヒデです。なんかお久しぶりな気がします。なんかずっとコロナで家にこもっていて、でバンバン動画を出そうというふうに思って、まあ、2週間連続でずっと出していこうって思った矢先、まあ、結構ツイッターやってて、ツイッターを見てるんですけど、1日に何人も私今日から YouTuber 始めますっていうのをめっちゃ見ちゃって、うわっ、なんかめっちゃ増えちゃうなって思ってる。でそうなった時に、どういうものを自分が武器として発信していくべきかなっていうふうにすごい考えちゃって、なかなか動画上げれずにいました。でもまあ答えは正直出ていないですし、全然、まあ、この動画上げたから増えるかとか、増えるって別に増やす目的でやってないんですけど、見てもらえるかとか、まあ、ちょっといろいろ試行錯誤しながら、まあ、これからもやっていくんですけど、ちょっとね、この時期だからこそ、ひたすら何もしないで考えていました。僕は、メンタリスト DAIGO さんの YouTube かなり好きで見ていて、で、まあ、その YouTube 見ていた時に、まあ、人は手がいっぱいの時、何でもいっぱいやることがある時っていうのはいいアイデア浮かばないので、少し手をね休めた時にアイデアが生まれるから、切羽詰まったら少し休んだ方がいいんじゃないかっていうふうに言っていたので、なんかちょっと休んでみようかなって、ちょっとね、まあ言われたことをまずやってみようっていうか、まあ聞いたこと、インプットしたことをちょっとやってみようと思って、一回休んでみたというか、 YouTube のこと一切考えないでみて、より自分の特徴、まあサッカーの特徴、あと性格、サッカーの特徴と性格とか全部ねいろいろ考えて、これからも続けていければと思います。で今日は、まあ今話したの全然関係ないんですけど、前回というか、ちょっと前に僕の小学校低学年の時の話をしたんですけど、それの続きの話をしていきたいと思います。はい、ということで、小学校2年生までは立花 SC というチームでサッカーをしていました。でそこから、小学校3年生に上がるタイミングでセレクションを受けて、横浜 F マリノスプライマリーという、マリノスのこういうピラミッドがあったとしたら、ここが、まあ、マリノスのトップですね。トップ、ユース、ジュニアユース、プライマリー、ちょっと見えなかったプライマリーっていう感じで、こうピラミッドの中の一番下、小学生の年代で入る、まあ、そうですね、 J の下部組織、育成組織っていうところに、入ることになりました。で、まあ、そこのセレクションから、あと、まあ、僕はちょっと訳あって1年しかいなかったんですけど、1年までの話をしていきたいと思います。で、まあ、セレクションは、最初はキャンセル待ちで、スクール生がセレクション受けないってなった時にキャンセル待ちが入れるみたいなシステム で、まずキャンセル待ちからスタートし、で、まあ、無事に OK、OK もらってとか、まあ、空いたんでどうですか、で、行きますって言って、で、まあ、1位セレクション、超土砂降りの中、やって、まあ、多分ね、当時ね、300人ぐらいかな、多分、もっといたかな、わかんないですけど、300人ぐらいは絶対いたと思います。そのくらいの中で、こう、午前中から午後、1日かけて、セレクションをやりました。まあ、とにかく点を取ったのは覚えています。で、まあ、1時受かって、2時。なんかポジションっていうか、ちょっとね戦術的なことをやって、またすぐゲームっていう、ハーフコートでゲームっていう感じになって、まあそれも、まあ、まあ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 いい感じで通って、で3時がちょっと面白かったんですけど、それまでは新小エス行ったんですけど、新小エスってちょっとテニスコートと陣芝の間ぐらいのところ行ったことある人は分かると思うんですけど、今なくなっちゃってて、でそこでやってて、で産地だけ土でやったんですよ。下に土のグラウンドがあって、そこでやりました。で多分、まあどんな環境でもできるような選手を育てたいとかなのか、まあ当時の意図は全然わからないんですけど、まあ、それで産地をやって無事合格っていう形になりました。だから、まあでセレクション結構自分強いんで、それについてもちょっとなんか上げていきたいなっていうふうに思ってます。だからそのセレクションのどうのこうのっていうのはまた今度違うので上げていければと思います。で、まあ入ったら、まあプライマリーっていうのが3、4年生、5、6年生みたいな、3、4年生、5、6年生で2学年合同でやってるところで、やってる、まあ、活動していて、で、まあ
僕たちは8人受かりました、3年生の段階で。でそのうちキャンセル待ちが2人しかいなくて、で結局今サッカー続けてるのはこの2人だけです。それ以外の6人をみんな辞めちゃいましたね。あのしかもその1人はあのアルゼンチンでプロやってて、僕もこの間までパラグアイにいたんで、なんか南米野郎が2人今残ってます。で、1個上には今 J リーグでやっている選手が2人で、で、まあ、正直まあ、タメもそうですし1個上もそうですし、やっぱセレクションで選ばれた選手たちなので、あの大学でも活躍してた選手もいっぱいいますし、まあ、プロになった2人も、まあ、当時から正直めちゃくちゃうまかったですし、で2個上にはあの僕がすごいよくしてもらっていた選手がいて、その人は今あのこうやってやってますこうやってあの去年2019シーズンこうやって上げてましたね。うわすげえなーと思って見てました羨ましいなって。でまあそういう環境の中で、そういう選手たち、そういういい選手たちがいっぱいいる中で、あの一緒にサッカーをさせていただいてました。まあがってサッカーを始め、まあそうですね、初めて違う最初にやっていたチームから違うチームに移籍をしたわけで、あのしかもマリノスっていうこの胸のスポンサーっていうかエンブレムをつけてサッカーするっていうことに、あのなぜか当時わかんないんですけどすごい緊張していました。もっと小学生だからこう伸び伸びサッカーをすればいいと思うんですけど、あの僕結構気遣いしいというか何でもすごい気遣っちゃって、でこんなものをつけてサッカーをしていくとかすごいそういうのを考えながらサッカーしていたのを覚えています。まあそれもあって、まあ正直あの小学校3年生の時は伸び悩みました。あのまあいろんな選手がいっぱいいい選手がいて、いいだから毎日いいトレーニング相手がいるわけですよ。でもその中でやっぱり伸び伸びやっている選手っていうのがやっぱりあの上手くなっていくし、その中で僕はずっと頭の中で考えて考えてってやるサッカーをしていったら、あのどうしてもこうまあワンテンポ遅れますし、あの気持ちの面でもどんどん、まあ、みんな上手いからあの僕のが劣ってるっていう風に考えちゃって、どんどん下向きになっていったのをすごい覚えています。あのそんで考える必要はなかったとは思うんですけど、まあ当時のことなので誰も教えてはくれないですし、そういう風な人間性だったっていうのはもう今の僕だからわかるけど、あのそういう風に自覚っていうか今は自覚しています。で練習内容とかもあのすごい、まあ、戦術の練習とか、まあそうですね、まあ個人的なトレーニング、例えばドリブルとかパスとかあとリフティングとかはそんなにやんなかったですね。あのなんか基礎でできているのは当たり前っていうか、ではもうその次の段階のトレーニングばっかりしていて、まあ、例えばずっともう試合やってもあのマンツーマンずっと同じ相手としかやんないとか、まあ、超例えばの話なんですけど、それの小学校3年生ぐらいから一緒にとかあの教えていただいてました。あのすごいあのそのなんていうんですか、サッカー面でいろいろ伸び悩む時はあったんですけど、あのまあ親父との約束でマリノス受かったらもうサッカーに対しては何もいらないっていう話をしたので、あの受かった瞬間もうそれにガッツポーズしてってやったぞみたいな感じで、あので本当にでもあのなんていうんですかね、サッカーを好きになったの小学校3年生が小学校6年間だから結構順序っていうかランキング的にはもう高いぐらいサッカーを好きになりました。まあ、理由としてはやっぱこう施設がすごいしっかりしていて、でまあ当時の中では全然しっかりしてると思うんですよ。でまあサッカーコート一面があって、横にちっちゃいミニコートがあって、そこでまあみんなでミニゲームしたりとか、あとサッカーテニスをやったりとか、あと壁が 1,2,3,4,5,6 みたいな壁がでっかい壁があって、そこで壁打ちしたりとかして、あのすごいサッカーに触れる機会があったのと、あと、まあ練習試合の相手とかも、まあ、みんなこう J のチームですね、アントラスとかベルとかレイソルとかそういうところと練習試合をしていたので、あのすごいなんていうんですか、サッカーまあこうやって一生懸命やっていると、こういう舞台でサッカーができるんだっていう、まあ、そういうところでやって友達に自慢するのが自分嬉しかったので
あのだから、まあ、サッカーがより一層好きになったのはその小学校3年生の時がすごい好きでした。で、まあ、その仲間もすごいみんな楽しいっていうか、みんなね楽しくて、で、まあ、練習とか終わったら3、4年生みんなで、あのその施設内がちょっと大きいんで、みんなで泥系したりとか、みんなで、ま、自販機でマッチ買って飲んで、で泥系してとか、あと、まあ、100% ジュースは飲み放題だったので 100% ジュースを飲めたりとか、なんか超ちっちゃい幸せなんですけど、なんかすごい、うわ、なんか楽しいなっていう風に思ったのがマリノスでの思い出です。で、とあのその時当時新横の新横浜フットボールパークっていうところで、新横浜そこでやってたので、練習後で、その前に横浜 FC の練習が、あ、プロの横浜 FC の練習があって、ちょうど入れ替えでマリノスのプライムに僕たちが練習で、カズさんに頭ポンポンってされて、なんかすげえ、うわ、マジかみたいなあの三浦カズにみたいなのなって、なんかすごいなんかいいなみたいなこれとこういう組織でやれるのすごいいいなっていう風に思ってました。で、なんかちょっと話が重複しちゃうんですけど、で、その、まあ、そうやって、まあ順風満帆でかな、まあそうなんですけど、まあそうやってね、サッカーすごい好きになっていった時に、あの川崎フロンターレのアンダー12ができるっていう話ができて、でそれまでなくて、ずっとで話をいただいたんですよ。あのこれできるから、まあセレクションからだけど受けてみないっていう風に言われて、で僕はずっと川崎生まれで、やっぱり川崎フロンターレちもちっちゃい頃から、幼稚園生入ったかな、入ったか入ってないか分かんないですけど、そんぐらいの時からあのフロンターレの試合をずっと見ていたので、あの川崎フロンターレ、川崎でのプロとしてやりたいっていう風に、なんか今思えばなんかそういう風に思ったのが、自分がなんかすごいなって思ったというか、その地元愛というかがあって、でまあ親父と話をして、でセレクションを受けて、でまあフロンターレに入ることになりました。すごい、そのなんていうんですか、あの伸び悩んではいたんですけど、もちろんあのすごいやっぱりいい組織でやれていたから伸び悩んではいたけど、多分その前にとか他のチームに行くよりもは伸びてたんです。この伸び率で言ったら伸びてはいたんです、上には向いていたんですけど、伸びていたのは全然伸びて、何言ってんだ上向きには向いていたし、チームメイトとかもすごい上手い選手たちがいっぱいだったから、このまま努力していけば上には伸びるだろうとは思っていたんですけど、あの、まあ、それはフロンターレも変わらないだろうって、みんなセレクション受けに入ってくるからそれは変わらないだろうと思ってフロンターレに行くことを決意しました。ですごくね、もっともっといっぱい話したいんですけど、あのね、とにかく動画が長すぎちゃうとみんなね飽きちゃうと思うので、この辺でプチって切りますで、次回というか、まあこれが次いつになるか分かんないですけど、次回あのまたフロンターレ、まあ、セレクションから、あとどういうトレーニングとかやっていたのか、まあ、今すごいトップがすごい、ね、強くてあれなんですけど、まあ、当時から正直まあ変わらないというか、僕からしたら変わらないような思考考え方でやっていたと思うので、それについて話していければなというふうに思います。ちょっとね、あの今回の動画でも長くはなってしまったんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。また見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャオ。